向かい向かって横田議員っているだろ。横田誰さん。横田君、横田誰だろうな。横田誰か来た、分かんなくなった。横田議員っていたじゃん、うん、もう俺も YouTube で載せる気もなかったけど、 LINE しても見てもくんないし、あの全然勉強する気ないんだよきっと。で横田くんね、最初俺と駅で会った時、つくばみらい市の借金知らなかったからね。俺に怒鳴りまくられたんだな駅前で。何のために選挙で乗って売国だなっつって。今は勉強してるだろうけど、だ姿勢が悪いよな。姿勢が悪い、俺に対しても、うん、はっきり言って俺 LINE してんのに、うん、一回電話でもしてうるせえって話なんじゃね。やっぱりじゃん、そういうこと、そういうこと、その上のレベルの人間しかバッチつけねえんだよ、これなんだよ。次 YouTube でやってっかで、横田君待ってくれ、待っとけよ。全員ガチガチやってっから、もうふざけてるやつら、もうちゃんと国民のね、市民の話を真摯になって聞いてくんねえんだから、これなんだよ。もうバッチつけたらこれなの。 LINE したって LINE 無視、もう電話する気もねえよ。会った時やってっから。そんな女子高生みたいなことやってる。女子高生みたいなやつらみんな、世の中に出してやるぜ、俺が。炙り出してやっから今回はみんな。やる気ねえのは全員。あと実力ないやつも全員出してから勉強しろよ。楽しいな、人生。いや、頭はいいんすよ。なのに、分かってないんすよね。全然勉強してないです。判断力もない。もう自分がやりたいだけ、目立ちたいだけ、そんな奴らしかいないんですよ、ね、受かるまでに力あれして、受かった後は別にって感じなの。知らない、どうでもいいよ。だそういう人がいいんだろう、みんな、市民も。これは市民にも責任があるね。いやいや、しょうがないよ。だって変えようとしてないじゃん。変わるわけねえじゃん、変な奴入れなかったら。俺みたいに喧嘩する奴入れなかったら、だって何でも言っちゃうんだから。だって市長相手だって言うし、誰相手だって言うじゃん。これはこうしなくちゃだ。だって、消毒液一箇所で巻くっつった時点で俺いたらやらせと思う。いや、危ないよ。なんでそこで3密作るのって感じ。あれだけ3密を避けろって言ってんのに、わざわざ3密を作るような。あなたの方が頭いいんだな、市議会議員や市長さんより。一箇所で巻いたらまずいですよね。そう。消毒液あげますって言って一箇所でやってるんですよ。いや、今一箇所だね。今何箇所かに変えたけど、最初に一箇所で発表させちゃうことがダメなの、市長に。周りのブレーンがいれば、市長それ無理ですよって市長に言うわけ。市長やめましょう、クレーム来ますよって、3密作っちゃいますよって言うわけ。ブレーンがいねえんだよ。市議会議員が全員アホだってことだぞ。俺がいたら絶対やらせと思う。やらせねえから、絶対。それだけアホしかいねえんだよ、市議会議員が。バカしかいねえんだよ。口悪いっすね。だから好かれねえんだ、俺。すいません、バカって言ったの反省です。取り消し、あのね、悪いこと言っても取り消しすればいいの。便利。そうだから、愚痴言っちゃったら取り消しって言えばいいの。これ本当、人の悪口は言わないようにしても、言っちゃったら、あ、これ取り消しなかったこと、ナッスン、これでいいの。天は聞いてっから、 あ、 ありがとうも、ありがとうも、心がこもってなくたっていいの。ありがとうございます、ありがとうございます言ってるの。あ、でもそうかもしれない。ありがとうございます、いかに言われるか言うからだ、数だから。数、これ数なの、言われても言ってもいい、とにかく数で1万5000回以上やると変わってくるの。そうなんだよね、みんなにそんなに言ってねえから、うん、これ商売やってると商売にて成長しますよね。ラッキーだねー、商売にて成長すんのよ。ありがとうございます、もう言うから、言いまくるから、で相手にも言われるのよ。商売にて成長しますよね。いいわよね。いいです、いいですね。商売人のが、だから商売人ってどこ行ってもいいお客さんですよね。自分で商売やってるんで、嫌な思いさせないようにするから、気遣いますもんね。商売してない人は本当に分かってない。やっぱり、一番マナー悪いのは官僚とかね、税金で食ってる人らしいよ。商売人に聞くとみんな言うもん。あ、そうなんだ。税金で食ってる人。学校の先生もダメだ。あ、みんな言う。学校の先生ダメだってみんな言うね。そう。いや、みんな商売人言うよ。学校の先生はダメだ。なんで学校の先生何がダメだ。いや、勘違いしたって、威張っちゃってる。上からダメですね。そう、頭いいと思ったよ。もう教える立場な感じになっちゃってる。アホ。うん。